今大きく手を振ってくれていますね。白いキャップをかぶりまして、そして白い今上着が見えました。堀江さん、お帰りなさい。さあ、いよいよ堀江さんの上陸第一歩ということで、おめでとうございます。本当にお帰りなさいませ。皆さん、どうもお待たせしました。ヨットに必要な薬をですね、用意していただいたわけです。でこの69日間の航海の中で実際に使いましたのは目薬とバンドエイドだけだったんです。精神と肉体の完全燃焼を成し遂げたと、そう確信しておりますので、僕現在は青春真っ只中です。